皆さんこんにちは、えー、コミュニティナースカンパニーの八田と言います島根から来ました、えー、今日は、えー、コミュニティナースを社会のインフラにしようと終わった時に皆さんが思ってくださるといいなと思ってきてますえっ、ー、と応援の仕方はお金かもしれないですし場合によってはご退職いただいて我々と一緒にやっていただくということかもしれませんがぜひあの今までと現在地をお伝えしますのでお考えください 私たちが作っているコミュニティナースを少しご説明しますこれガソリンスタンド黄色いのがコミュニティナースですちょっとやりますえこんにちはおっちゃん久しぶりですね、えー、2週間前のお孫さんの運動会どうでしたか 2> い第2位すごいね大きくなられましたねところでちょっと痩せたっぽいけど大丈夫ですかいや全然大丈夫この間気にかけてくれたおばあちゃん連れてったけどなんてことなかったよ声かけてくれてありがとうね うん、じゃあ元気で行ってきてね。こういうあの普段のいい付き合い、その人が思わず元気になっちゃう。スイッチを押しながらご相談も受けますし、こちらも働きかける。これがコミュニティナースです。私たちこれを今日本中で挑戦を広げていますが、どうやって作ってきたかを簡単にご説明します。超簡単です。コミュニティナースの学校を運営してきてました。 580人が北海道から沖縄まで潜伏して社会実験だよって言って、まあ、本当に投げ出されながらですね国軍奮闘頑張ってこのモデルを作ってきましたで最新の情報を研修やモデルに反映させるんですけれどもどうやって反映させたかというと右下オンライン上でみんなが自分でチャットに書くライブでしゃべる こうやってもう本当に人力フェイスブックのようにですね、一人一人が知恵を上に上げて、それをまた束ねて供給するっていうことで、なんとかやってまいりました。で、この580人たちの挑戦が、ちっちゃい奇跡を特に教育分野で起こしてくれました。今度の春から、日本の看護の教科書の基礎教育にこの取り組みが入ります年年間7万人がにには日本に誕生します。 でも、全然社会実装のインフラが全く完成してない。これが私たちです。で、えー、協力してくださる企業さんが飛び込み始めてくださいました。お一つご紹介します。郵便局のおっちゃんたち。みんなコミュニティナースの研修を受けて、コミュニティナースを理解してくれました。 郵便局がコミュニティナース付きのステーションになったらさっきのガソリンスタンドみたいに近所の人に声をかけれるんじゃないかって言って地元の人にも協力してもらって郵便局にカオススなななペイントなんかししてて盛り上げながらコミュニティナースを設置していますガソリンスタンドのおじさんのような事例がですねここでも日々やり取りされていますが上手にスイッチを押せるコミュニティナースちょっと預かりがしがり屋のコミュニティナースいっぱいいます。 で上手にスイッチを押せるコミュニティナースたちに人力フェイスブックしなくてもその知見を、えー、ナースにも供給したい場合によっては郵便局にもそれを供給して皆さんがどんどんコミュニティナースできるように加速させたいそう思って、えー、素朴な工夫も始めました、えー。コミュニティナースが地元のの人とお話ししているその 会話データをですねすっごいシンプルなんですけどアップロードすると人力でコミュニティナースたちがやっていたようなその解析を本当に素朴ですがやりとりを見える化させるっていうことを始めましたコルセットっておじちゃん書いてますよねでコルセット健康分野だとついついコルセットに介入するんですよでもコミュニティナースがやる特徴はさっきのガソリンスタンドでいうお孫さんの運動会 見えにくいですが明確にこのおじさん「俺の元気の源は女子高生との交流だ」って言ってますねえコミュニティナースいいですねおじいちゃんじゃあぜひ交流しようよ一緒に応援するよ私たち学生さん呼んでくれるよって言って、えー、叶えてる場面がこちらですその人が元気により元気に向かおうと思うスイッチをコミュニティナースたちが押して一緒に叶えていきます このおじさん実はそば打ちを叶えるまでにちっちゃい手術も乗り越えましたね健康管理も今まで80歳超えるまでラジオ体操してなかったのにやりだしましたコミュニティナースが日本の本当に皆さんのふるさとで至る所で、えー、インフラになったら叶えたい何千何万の、えー、場面はこういう場面です あのものすごくあの素朴でですね派手さはないですが、えー、日本中がこういう景色になるといいなと思って、えー、本気で授業にしてていいいきたいなと考えています2025年たくさんのコミュニティナースを知ってる人たちが出てくるその前にぜひ事業としてです、ね、ここにいらっしゃる皆さんのビジネスとしての経験や、まあ、お金かもしれないご退職かもしれないでもあの一緒に叶えていきたいと思っています。えー それぞれぞお得意なことがちょっとあの存じ上げなくてですねあ,のあれなんですけれどもお一人お一人お父さんいらっしゃいますよねお母さんもいるよねあの元気ででいいいててしいなっっちょとと思思うう人必ずいると思うんですよそういう気持ちがあればえ皆さんの今までの経験をコミュニティナースの事業にアジャストするっていうそういう工夫は絶対誕生してくると思っています。 ぜひあの力を貸していいたただきたいですそれ込みっていうことで皆さんにもコミュニティーナースになれますしなっていただきたいそう思って今日はあの島根からやってまいりました朝ですね実は私の携帯に、えー、たくさんのコミュニティーナースから応援のメッセージそれから70代のおじさんたちから「なんか今日福岡で出るらしいねライブ見てるよ」って「ICC なんか知らんでしょう」って思うんですけど 本当にたくさんの人たちがコミュニティナースを応援しながら今まで何百何千と支えてきてくださっていますぜひこの後たくさんお話ししたいなと思っておりますのでよろしくお願いします、えー、拍手ありがとう小林さん、えー、機械を頂戴して本当にありがとうございますだんだん以上になります